はい、こんにちは、好きなとえです。はい、動画投稿自体はね、多分ね、声出してやるのは3ヶ月ぶりぐらいかな。はい、まあそんな感じでですね、まあ久しぶりにね、出す動画、まあ、今回はね、下方修正が入ってしまったプロビデンス視点なんですけど、はい、実は結構ね、動画にすんのはね、初めてなんですけど、まあそこそこ乗ってまして、まあ今ねフルアーマーと同じくらい星4なんですけどね、まあ、そもそもクロスブースト自体ね大してやってなかったっていうのもあるんですけれど、まあね、エクバ2まではね、まあ毎月修正あったけど、まあね、ご時世上ね、どうしてもね修正が入れなかったり、まあそんな感じでね、まああんまりホットなゲームではなかったから、正直まあそんな感じで、まあね、大してやれてなかったんでね、多分シーズン1のね、ランクマッチも多分3日ぐらいしかやってないかな。まあ、そんな感じでですね、正直大してやれてなかった状態で来た、まあ、下方修正って感じで、正直まだ来ないかなと思ってたけどね、まあ入っちゃいましたね。まあ多分、シーズン0のね、まあ、順位がそのまま反映された形になっちゃったのかな、みたいな感じで、まあまあまあ、しょうがないかなみたいな感じですけどね。はい、まあ、そんな感じでですね、とりあえず下方修正入った部分をおさらいしていくと、まあ拡散ビームのね、まあ、拡散率と、まあ、あと緑ロック横徳のインチキ度がね、まあ両方星置き食らいましたよと、まあ、正直死んだかなと思ってたんですけど、実はね案外まだやれます、まだやれます、全然やれるっていうのも、拡散ビーム、そう、今のが当たるんですよ、今のが当たる。そう、これ修正後の視点なんですけど、修正前の視点ね、最後の2試合ちょっと載せてるんで、そこもちょっと参照していただければなと思うんですけど、拡散ビームが全然ね、まだまだ健在なので、まあ、そこやれるかなみたいな。まあ、ですがね、横特格の方はね、そこそこにお仕置きは食らってたんでね、特にね、ちょっと視点には映してないんですけど、ミドルロック横特で逃げた試合があって、勝手におばひになって爆発してたんで、マジでなんか多分、まあなんか封印かなみたいな。多分そんな感じっすね。まあ正直ね、ブースト残ってる状態で、まあメイン横徳とかで、追いかける分にはまだまだやれるとは思うけど、緑ロックで使うことはもうないんじゃないかなみたいに思っております。はい。まあそんな感じでですね、まあ、2試合目、実況していこうかなと思います。はい。2試合目ね、まぁ、ちょっとね、開幕横徳使ってたりとかするんですけど、多分、使ってんね。まぁ、あんまやっぱ伸びないんで、まぁ、もう使う機会はないかな、みたいな。まぁ、ですがね、あれなんですよね、サブ特者に関しては、まだまだ降りてくとしては強いんで、まぁ、今、軸あっちゃってね、弾食らっちゃって、コンボ食らっちゃったんですけど、まあ、それでもね、まぁ、まだまだ、まあまあやれるかなみたいな、十分、まあ、特にね、そう、この試合結構当ててるんですけど、BD 角とか前角とか、あと下角でのね自衛がね全然ね、このキャラそこら辺も強いんで、まあなんか引き出しの数増やせばまあやれるよみたいな、まあ、前みたいなねインチキが効かなくなっちゃっただけであって、まあね、格闘性能とかね、まあ格闘系相手とかはね全然やれるんで、そう、今の BD 角結構やばいんですよね。ここちょっとまあ、ロック買いしてサブ特使しようかと思ったらね、ロック買いがちょっとできてなくて弾くらっちゃいましたけど、まあやれる。多分なんかちゃんとね、要所要所でちゃんとした武装使えればね全然やれるんじゃないかなみたいな感じですね。そこことかもね、ちゃんとね下サブ展開してやりたいところっすよね。そう、結構N サブレバサブより下サブで展開してブーストで追っかけてドラグーン引っ掛けたりとか、あ、そっちメインとかで立ち回り考えたりするのがいいかなみたいに思ってますと、まあ、結局ね、なんか下サブレバ特者はねあんまね発生が早くないんで強くはないんですけど、レバ特者がない時はね、自分に貼れるものがあんまないんで、この BD 角すごいね、はいはいはいと落としていくんですけど、ブーストがなくて、まあ、撃墜されてしまいました。結構やばいね。ちょっと あの BD 角はぶっ破だったかな。はい、そんな感じで、ここも BD 角をぶっ破していく。はい。まあ、映える来ない読みでね、まあ、来ても C 角性あるからみたいな感じで、まあ、正直、コンボ中にロック替えしろって感じですけど、まあ、ギリギリ相方がね、まあ、見てくれてて落としてくれると。
さあ、ここの展開、まあ、まあ、まだまだね、特殊過信してるんですけど、まあ、ここ当たってくんなくて、まあ、C 角吐いてしまっての、まあ、プレッシャーで抜け、あれっすね、スターまで抜けて、まあ、どうにかどうにかみたいな感じで、ここちょっと浅いの出てますね、ちょっと。まあ、こういう、あの、レバ特殊のね、ゲージがもうないのが見えてないのが、なんか、回数やってねえなっていうのがバレちゃってますね。まあ、それでもちょっと相方がカバーしてくれて、勝利。といった感じですね。はい。3試合目。対面がね、あの、集積たハルートですね。今の緑ロック横トク全然伸びてねえなぁ。いや、あれ修正前だったら全然なんか画面の、あの、ステージのね、半分より向こう側まで行けてたんで。まあ、やっぱりそこの修正痛いっすね。まあまあまあ。正直ね、インチキだったのがおかしいんで、実際。まあまだ特殊のインチキが残ってる分ね、まあ甘い汁吸っていこうかな、みたいな。そう、プロビン使ってる理由が、こいつ結構簡単なんですよね。まあ要は展開して、前ブーして、なんか切れたらちょっと後ろ下がって、カーテン張って、まあなんか様子見ていこうかな、みたいな。そういうタイプの機体なんでね、抵抗っぽくないんですよ。抵抗の立ち回りしてないんで、あんまり。まあ、最悪爆弾も全然このキャラいけるんでね。そういう感じで、まあ、なってるのが、まあ、前は全然抵抗までできちゃってたのが結構おかしかったんで。まあ、今ね、2525で R 覚醒も全然ありなんじゃないかな、みたいな思います。まあ、今度ね、組んでくれる人がいたら嬉しいんですけどね。まあ、うちの相方は、マジで、リボガンとかレギルスとかがクソうまいんでね。まあ、そこら辺の回避能力の高いね、高校に結構甘い汁吸わせてもらってるんですけど。まあ、はい。頑張っていきたいっすね。まあ、今後。そう、ワクチンとかね、7月とかになりそうだからね、なんかそこら辺の時期になったら、注射打って、もう大丈夫な状態にして、なんか、ガンダムラーメン派生みたいなことしたいんですよね。まあ、ちょっと関係ない話を挟んでしまいましたが、まあ、魔王が落ちててハルートがマルートモードと、これは魔王と遊んで、まあ、相方に適当にハルート、時事体、な感じにしとけばね、まあなんか勝つんじゃないかなみたいな感じでございました。はい、まあ、どうせねなんかね拡散展開したらなんか絶対見られるんでね、まあ、こんな感じで頑張って視聴しておりますけど、ブーカク差し込んでいくこれやばいねマジで、なんか判定がやばい。なんだろう、結構雑に振るとなんか横捨てとか食えない、横捨て食ったらやばいんだよな。まあ横ブーとかなんか横方向はね判定強いわけじゃないんですけど、もちろん前方向にね判定がいかれてるんでね、まあそこら辺がね、まあ、今後生きていくんじゃないかなみたいな思っております。はい、こっからねちょっとね修正前のね視点ですね。まあ横特角がどんだけやばかったかとか、まあ、特殊がね、まあ、やばかったかなみたいな感じで、まあ見ていこうかなみたいな感じですけど、正直あんま変わってない。あんま変わってない。なんか、対して、なんか、だから、いっちゃいいし、悪いっちゃ悪いんですけど、昔のね、視点、なんか上手い人の、プロビデンスとかの動画見てね、勉強する分にはね、全然、まあ、問題ないかなみたいな。要はなんか、参拝修正食らっちゃうと、なんか、6ヶ月前とか、1年前の視点ってもう意味ないじゃないですか。環境もちろん変わるからなんか若干意味ない時はあるんですけど、それでもねなんか機体の動かし方に関してはね大して変わってないんで、まあいいんじゃないかなみたいな感じでガンガン横とく使ってますねこの時代。多分もうこのプロビアもういないけどねって感じで。さあここはちょっと甘えた風格が出てしまいましたが、相方が騎士ガン落としていて C 覚醒と。マジで C 覚醒ね、なんか、C 覚醒結構、なんだろう、抜け角で吐きたくなくて食らっちゃうみたいなことも多いんでね、なんかそこら辺、巻き音と違うから、やっぱクロムちょっと難しいな、みたいな感じがありますね。まあなんか、それでも、巻き音にこんな抵抗いたらマジで勘弁してんだよな。やばいやばいやばい。はい。まあ、相方が結構やばいんでね、ここはね、埋没していきたいところで、ブーカクが立っていく。これ。多分やってる僕も当たると思ってなかったんで、結構やばいっすね。ドン引き。で、ここでプレッシャー使うのが見えたんで、一回下がってと。まあ、あとはね、まあ、適当に、騎士ガンとお遊びしてようかな、みたいな感じで、最後に自衛の下角。
長えなんかもう無知っすよねあれ。やばいやばい、すごいすごいすごい。はい、まあそんな感じで最終試合、対面がアクシとイジツと、いやこれやべえやべえやべえ、これ多分今できないっすね、今の動き。横得特射、あサブ特射でね、あの距離詰めてダウン取るっていう、やっぱこの時期のねプロビね、なんかその開幕いきなりすっ飛んできて、あの拡散を押し付けてくるみたいな、そういうやばい機体だったんで、なんか開幕ダウン取られるって結構やばいじゃないですか。そういうアドバンテージをねいきなり作れちゃうから、実際やばかったからまあ出席しちゃうよねみたいな。正直ね、なんか今の環境だったら、フォンファル、バンシー、アルケイン、まあ、ちょっとライジングがいるとか、で、あと魔王が、まあなんか堅実なところでいるよ、みたいな。そう、だからね、なんかそこら辺修正来て、ちょっと黒火許されるかな、みたいな思ってたんですけど、まあ許されませんでしたね。はい。まあ、次の修正でアルケインとかそこら辺が死ぬかな、みたいな思ってるんですけどね。バンダム、頑張ってくれよ。まあそんな感じで、はい。まあ、今は泣き横とっかって感じですけど、まあ、全然ね、なんかね、環境としては残ってるんでね、まあ、プロビデンスキャラかっこいいんで、まあ僕は全然満足ですって感じで。プロビデンス、ラウル・クルーゼさんがイケメンなんで、本当に、ぜひね、シードのね、アニメ見てほしいんですけど、本当、なんか、かっこいいんですよ。ちょっと語り足りないんで、なんか、ぜひね、原作を見てください。はい、まあ、そんな感じで、多少は実況していこうかな。はい、相方が300で、まあ、161が僕なんでの、まあ、ちょこちょこ前ブーしていこうかな、みたいな感じですけどね。そう、まあ、相方覚醒あるんで、相方が覚醒割らないうちに、対面にダメージ与えたいところかな、みたいな感じで、まあね、エイジ2にね、まあこの拡散で勝ちに行きたいかなって感じですけど、まあそういうやって焦るとね、まあクシーがこうやって覚醒割ってくるんで、まあでもね、抵抗のね、前部で、ここの覚醒を割らせたんでね、まあ全然いいかな、みたいな感じで、はい。まあ最後は相方が覚醒割らずとも、まあエイジ2を落としてくれたんでね、まあ、全然いいっすね。はい。そんな感じで、まあ、7月行こうかな、ワクチン打ってからかな、今後ね、実況動画を上げる頻度を上げたいかな、みたいな。まあ、クロブやる頻度もね、上げたいっすね。まあ、結局、シーズン1が、多分3日か4日ぐらいしかやってなくて、なんか、やってないアピールするのもあれなんだけど、やっぱ、頻度やんないと、結構ガバ見えちゃうの良くないんで。まあそんな感じで、はい。まあ、全然ね、やりましょうって言っていただければ、やりたいんで、まあ、こんな僕でよろしければ一緒に遊んでください。はい、そんな感じでね、まあ、こんな今回のプロビデンスの、動画を終わりにしていこうかなと思います。はい、お疲れ様でした。バイバイ。